デフォルトの形が、こういう感じでついてて、説明書を見ると、この赤いところを、合わせます。横につけるんじゃなくて、縦につけたいので、この面積を取って、向きを、レールをこっちにする。これをこっちにして、これをこっちにする変更があります。やってみます。向きの変え方は、こっちかな。オリエンテーション、チェンジングマンツングオリエンテーションという感じでネジを外して、抜いて向きを変えろって書いてあります。もしくは、ターンの公式の動画に、書いてあるので、これがわかりやすいと思います。ここ一箇所外して、真ん中にずらしてみました。これでどうなるか見てみましょう。はい。左側は、やりまして、右側が、先ほどは、もう一個外側にあったんで、こことここが干渉しそうでしたが、今回は、このように、いけた。干渉せずにロックできました。これで固定できるんじゃないでしょうか。で、ここは干渉ギリギリ、片っぽいかな。片っぽい、片っぽいで、もうマグネットはついて、しまえる状態です。次に気になるのは、このサドルを上げるときが、下から下げた状態から上げる位置的に、ここ干渉するので、こう回すと、回して、この長さが、18とかだったらこれぐらい。20とかだとちょっと干渉します。やはりこれをもうちょっと下げた方がいいかもしれないです。どこまで下げれるかを確認してみたんですが、ここはかけるところが重要で、これ以降になるとこのカーブになるので、この垂直にないと無理です。なので、このあたりがギリギリで、で、このパッチンするやつは、割と、ここでも余裕ありますし、こっちでも余裕ありますし、ロックと紐もできました。今までは、このキャプテンスタッフの、折りたためる、クーラーボックスを使っていて、紐で結びつけていたんですが、紐だと潰れてしまうので、段ボールで固定していました。今回、ピークのカーボネットっていうのを買ったので、これを保管したいと思います。これは、横は、一番広いところで、横は右です。ちっちゃなカバンで収納できます。この外しは、パッチンパッチンの2箇所外せば、このようにできますが、カゴ自体は結構重たいです。ピークのカーボネットの網は、3箇所を、前、1、2、3箇所と、後ろも、1箇所、2箇所、3箇所で固定してみました。ラゲッジトラスをつけたいと思います。前に、このネジで2箇所止めるんですが、ここの隙間を止めるのが、手持ちの六角では無理だったもので、このようなトカゲさんの製品を買いました。おそらく、これ、5っていうところだと思います。取り付けてみます。上を向くような感じなんでしょうか。無理なパターンを説明します。こういうやつだともう入んなかったんで諦めました。